さあでは今日のコーナー参りましょう。家を建てるなら。前回から木の家の良さを知るということで、今回は熟練の技を持つ職人さんにスポットを当てていきましょう。さあ今回も益子建築工業の益子社長にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回こちらのギャラリーは県産の木材を使っている、そのためには大工さんの熟練の技、目利きが必要だという話がありましたけれども、大工さんやっぱ重要なんですね。大工さんってやっぱりこう、僕ら設計とかっていうのは二次元で物を考えるんですね。プラン図書いたりとか作るんですけども、はい、それを三次元に立ち上げていくっていうのが大きな仕事なんですよ、はい、もうそこだけでもすげえなって思うんですけども、あとは何だろうな、木との対話っていうんですかね、はい、ちょっとかっこいいんですけど、やっぱりこの木って将来どういうふうに変化していくのかなっていうのを読み取る力っていうのを持ってるんですね、はい、そこの部分でやっぱりその自然の木、あの本物の木を使っていく上では大事な役割を果たす人たちなのかなというふうに思います。この大工さんと一重に行ってもいろいろな幅があるじゃないですか。例えばこの最近だとニュータウンに一気に縦売りの家がドドドドドッと建っていく一方で、日本家屋、昔の家をこう建て直したり作ったりする人もいると思うんですけども、そういった大工さんの移り変わりっていうのはどうですか？そうですね、やっぱりうちのにいる大工の職人さんたちみたいな、いわゆる想像と同じような大工さんっていうのはすごく今減ってるんだと思うんですね、はい、やはりそこに対して育成をしていくのに時間もかかるし、当然その育てていくためにも手間もかかるしといったところで、そこに時間とお金をかけられる会社がなくなってきているだと思うんです、はい、そうすることによってその材料の方ですね、本物の木を使わないだとか、はい、大工さんが やらなきゃいけない炭付けの作業をコンピューターに任せるだとか、あれ機械でやってしまうだとか、はい、そういうことっていうのはもうここ20年ぐらい急速に増えていて、大工さんっていう存在、いわゆる職人としての大工さんっていうのが、まあ、ほぼいなくなっちゃってるのかなっていう気はしています。そういった育てる手間がある昔ながらの大工さんに対して、まあ、ある意味投資じゃないですか。そこにこの益子建築工業さんがかける思いっていうのはどういったところから来るんですか？福島の木を使いたいなって思ってるんですよ。で、福島の木を使うためにはやはり熟練大工さんっていうのが必要なんですね。やはり木は一本一本生き物ですから、個性も違うし、将来こう喧嘩していく過程も違ってくる、そこを読み取らなきゃいけないってなった時に、当然コンピューターでも AI でもそれは不可能だと思うんですね、はい、であればやっぱり人間の目、人間の手でしっかりそれを見ていかなきゃいけないし、素材と対話していかなきゃいけないとなった時に、やはり福島の材料で福島の人のために家を作ろうと思ったら福島の職人が必要だなっていうのは創業以来考えているところです。もう地域に根ざした大工さんの必要性っていうのはもう変わらずなんですね。そうですね。そういった大工さんが一人前になるまで、あまりこの大工業界が分からないんで何とも言えないですけども、プロになるまでどのくらいの下積みあったりするんですか？やっぱり10年とかって言われますね。当然その職人さん職人さんで個性も違うしセンスも違うので、はい、10年やって本当に一人前になってくれる人もいれば、10年やってもなかなか芽が出ない人もいれば、はい、まちまちなんですけども、まあ平均すると10年ぐらい収入をしっかりしてもらって、たくさんの材料と触れ合ってもらえればいい大工になっていくのかなって思います。木材に対してしっかり会話できる大工さんっていうのが重要なんだなって感想ですこのね、家を一緒にこう建てていく上でも、そういった10年15年、まあ、長い時間下積みしてきた大工さんが作ってくれるっていうだけでもう安心材料でありますもんね。本当そうですね。よくこうなんだろうな、大阪城を建てたの誰ですかなんて質問があって、まあ、豊臣秀吉なんでしょうけども、でも大工さんってみんな言うじゃないですか、はい、やっぱ大工さんなんですね。でやっぱり大工さんは大工さんでプライドがあって、例えば東大寺の南大門って古い建物があるんですが、そこの針の上に忘れ物があった。それは炭壺っていう道具なんですけど、炭壺、はい、って棟梁の象徴なんで、これを忘れるはずがないんですっていうことは意図的に置かれていった。要するに南大門を作ったのは、まあ、桓武天皇なのか分かんないですけども、有名な人が作ったんだろうけど、作ったのはやっぱ俺だ、
って自負があるんでしょうね。そのところでは多分わざと忘れたと思いますんで、その10年15年と下積みをしてきた大工さんと一緒に家を建てるってなると、もうそれだけで結構な安心材料になりますよね。そうですよね。やっぱりそのいろんな方が家作りに携わっていくんですが、やはり大工さんって全体工程の 80% くらいが大工さんの作業なので、そこに対してしっかりこう経験だったりがある人が携わってるっていうのはやっぱり大きな安心材料なんだと思うんですね。この建てた後もまだ大工さんと一緒にお付き合いしていくことになるんですか？そうですね、建てた人間というか作った人間、一番その家のことを分かっているので、ですからメンテナンスって当然発生してくるんですけども、その時は誰が作ったのか当然記録がありますので、そのものに基本的に活かせるようにしています。この家を建てる上で大工さんの思いとかをここに足を運んだことで分かることってたくさんありましたね。はい、木の家、とても複雑な要素が絡み合っていました。熟練の技を持った職人さんあってのお家だということでした。次回からもまたこのお家について詳しく勉強していきたいと思います。さあ続いては有事の時間ということで、メッセージいただいています。郡山市の宗方さんです。ありがとうございます。毎日寒いですね。そこでホットメニューなんか取り上げてほしいです。鍋とか肉まんとかホットドリンクとか、ということでスタジオにはお家で簡単に作れるホットドリンクご準備しました。はい、まずはこちら、ちょっと珍しい柚子くず湯です。柚子乗せてみました。いただきます。あ、優しいお味、柚子のね爽やかな香りが鼻に抜けます。温まりたい時にはこれです。さあそしてこちら、ちょっとおしゃれですよ、アップルジンジャーです。その名の通りリンゴジュースを温めて生姜を入れて完成です。生姜入れるの忘れました。はい、あら、いい香り。うん、シナモンとこの生姜がいいアクセント、体がポカポカもうすでにしてきました。さあ続いてみんな大好きこちら、ホットチョコレート、今日はマシュマロ乗っけてみました。チョコを砕いて牛乳と温めただけです。スイーツ感覚ですね。あ、甘い、もう本当に優雅な時間です。こういった形でホットドリンクといっても、一重に言ってもたくさん種類ありますよね。マシュマロスプーンかなんかで作って食べても美味しいかもしれません。お子さんと一緒に楽しんでください。このように皆さんからも、もしおすすめのホットドリンクメニューなんかあったら教えてほしいなと思います。ここまで有事の時間でした。